産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。皆さんこんにちは、渡辺さと子です。今回レシピを考案してくれたのは菅野義彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はどんなメニューですか？今日はですね、トマトとたらこを使ったスパゲッティを作りたいと思います。はい、トマトのスパゲッティもたらこのスパゲッティもあるんですけど、これ混ぜちゃうんですか？はい、ぜひ楽しみにしていてください。わかりました。5月の食材は藤沢さんのトマトを使います。トマトの生産者はご覧の方々です。今回はトマトの和風スパゲティを作ります。材料4人分はご覧の通りとなります。まずは何をしたらいいですか？まずはトマトを1センチ角に切っていきます。はい、まずじゃあヘタを、ヘタを、はい、取ります。次に半分に切ります、はい、半分ですね。このまま1センチ角に切っていくと、はい、まな板の上がびちゃびちゃになっちゃうので、ここに種を取り除いていきます。はい、水分が多いので、はい、事前にボウルに入れるんですね。はい、はい、種を取り除いたトマトは1センチ角に切り分けます。種を捨てるわけではなくて一緒に使うんですね。はい、一緒に無駄なく使わせてもらいます。たらこはスプーンで中身をそぎ取ります。さあ、具材の準備はできましたね。はい、はい、次はあとはパスタを茹でるだけです。はい、茹で時間はどれぐらいですか？茹で時間はですね、表示されている時間マイナス2分ほどで、一回茹で上げてください。マイナス2分ほど、はい、はい、さあ、パスタが茹で上がりましたね。はい、はい、次は、フライパンにバターを引いていきます。はい、めっちゃ跳ねる。で、バターとパスタを絡めていきます。はい、いい香りですね。はい、じゃあ次に牛乳と醤油を、はい、牛乳とお醤油入れます。はい、軽く炒めたら牛乳と醤油を加えます。トマトとたらこは生の状態で組み合わせるとすごい苦味が強調される組み合わせなんですけど、はい、今回熱を通すので、マイルドな味になっていきます。あ、苦味が取れて、はい、美味しいハーモニーになるんですね。ハーモニーになります。はい、入れちゃっていいかな。入れますか。はい、お皿に盛り付けて最後に刻み海苔を乗せてください。これでトマトとたらこのパスタが完成しました。はい、色鮮やかな和風パスタが出来上がりました。牛乳を使った優しいクリームパスタ、お試しください。